モンマテリアル。マテリアルの坂上五郎です。シエルのアイリです。カムデフラです。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。ということです。はいはい、今日から10月です。はい、今日からというか、まあ、もう10月入ってるんですけど ね、はい、もう7日目でございますが、うん、はい、10月7日目は一体どんな日なんでしょうか。アイリのこの日なんの日です。はい、今日はミステリー記念日です。おお、ミステリー記念日、はい、僕ミステリー大好きですね。はい、1849年の、ね、はい、10月7日、うん、ミステリー小説の先駆者であるアメリカの小説家エドガー・アラン・ポーが40歳で亡くなった日となっております。はい、世界初の推理小説は1841年に発表されたポーの短い小説モグル街の殺人と言われています。うん、まあね、その他科学的知識を取り入れたアーサー・ゴードン・ピムの物語など、冒険譚は、フランスの小説家で SF の父とも呼ばれているジュール・ベルヌが、後世の SF 作家も影響を与えている方ですね。はい、はい、そうですね。ミステリーの日です。はい、もうミステリーってね、僕実はシャロキアンやったんですよ。シャロキアン、シャロキアン、そう、シャーロック・ホームズ好きの人もいるんですけど、ベーカーが行きたいっていうふうに思ってる人、だからロンドンには行きたいなと思ってるんですけどね。うん、はい、そうなんですよ。まあ、そう思いながらもう53歳迎えてるんですけどそう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 、いやだからシャーロック・ホームズもそうやし、うん、アルセル・ルパンとかね、うん、はい、まあ、そこからつながってるルパン三世も大好きなんですけど、はい、まあ、ルパン三世は全然ミステリーとは違いますけど、はい、そう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 、ミステリー小説ってなんかワクワクするんですよね。そうですよね。うん、アガサ・クリスティとかもそうです。読み進めていくたびにね、そうそうそう、どんどんだからね、その読み進めていくやん、うん、でもうそろそろ終わりが近づいてるってなるやん、うん、読むスピード落ちんねん早読みたいねんけど、ぐやーっでもこれ分かってもと終わってもと思うとだん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 このページめくるスピードが落ちてくるんだよ、ね、うん、そういうのがありましたね。はい、小学校ぐらいの時にシャーロック・ホームズめっちゃハマって、うん、小中となんかシャーロック・ホームズの本ずっと読んでました。うん、そうですね、アーサー・コナン・ドイルですけどね。はい、だから江戸川乱歩か江戸川アランポーから来てるっていうのも後で知って、へーと思ってたんです。はい、そうですね、そうよ、江戸川アランポーから江戸川乱歩へですね。はぁ、はい、すごい、はい、そうなんですよ。はい、ミステリーですね。ミステリー好きだからやっぱり江戸川アランポーのことをやっぱり江戸川アランポーがすごい尊敬してたから、あ、その名前をもらったというかね、ミステリーですね。そしてもう一つ、はい、バーコードの日です。バーコードフーって言ったらこう違う違う違う、ね、ユーポスのコマーシャルみたいな、それやけどそれやけど1952年の10月7日にアメリカでバーコードの特許が認められた日となっております。そんなに昔に、俺ら生まれる前なの。そうですね、1952年ですね。うん、52年ね、バーコードを発明したのは1949年。おお、そんな前、はい、もっと前でしたね。戦後すぐやん。はい、うん、アメリカペンシルベニア州の、うん、ドレクセル大学の大学院であった、うん、はい、バーナード・シェバーシルバーと、うん、ノーマン・ジョセフ・ウッドランド、はいはい、ノーマン・ジョセフ・ウッドランドでした。うん、このあと1967年にアメリカの食品メーカーがレジスターの行列を解消させる対策として実用化されたそうです。日本ではどれぐらいに入ってきたの。日本ではね、1978年昭和53年に、国際 EAN 協会に加盟した際、国番号ですね、国番号49を割り当てられて、そこから始まったそうで、あとね1992年に
同じね EAN 協会から新たに45が寄付され、はいはいはい、寄与されて、はい、現在では2つの国コードを持っている、はいはい、49と45。そうそうそう、これ45なんだよ。49と45、これがねあれなんですよね。だからあのまあ実際あのバーコードリーダーでピーってやるようになったのはだいぶ後なんですよね。だからあの1978年に付与はされてるけど、あのすぐにそのなんていうの普及はしてないし、だからやっぱあのこう読み上げ打ちっていうか、あのレジの人からそのこう打っていかなきゃいけなかったんですけど、あの普及し始めてから急速に普及したんですよ。でこれあのバーコードリーダーってどんなに頑張ってもバーコードってどんなに頑張ってもあの桁数が決まってるから、うん、あのもう桁数いっちゃったらもう無理やんか、うん、だからもう一回国番号もらわなかった、うん、でこの国番新しい国番号の方もまたもういっぱいになるの で、うん、でそれを防止する意味でできたのが QR コード。おー今ね QR コード、そうそうそう、二次元コードって言われてますけど、うん、はい、だから QR コードの場合はまあ無限に近い形である程度組めるので、まあとはいえあの一定のアルゴリズムがあって組まれてるやつなのでね、あのまあその辺ちょっとなかなかどうなるかっていうところではあるんですけど、でもすごいよねあれもね、何でも組めちゃうもんね。ですよね。あの変な話メッセージでありがとうっていう言葉だって QR コードにできるもんね。なかなかあれなんですけど、もうでも今やもうねスーパーでは棚から取ったら、ああ、うん、バケット入れたら、うん、そのまま会計できちゃう、はい、うん、何点入ってるとか ね、カゴごとねポンと服でも ね入れたら、あの最近だから日本のスーパーで出始めてるのがこのスマホを使って、うん、スマホの端末に読ませてバケット入れて、うん、で持って行ってスマホの画面ピッてやったら、うん、あのもう生産されるみたいな。なんかそれすると使いすぎちゃったりとかしそうですよね普通にね。まあまあでも金額も出るしね、うん、その時も、うん、でもなんかねそれより怖いのはあのもう本当にアメリカとかでは始まってるけど、うん、あの顔認証とかで店ビューって入っていって、うん、でその辺にあるとバーッてヒューって出てきたらもうそのままお金が落ちてるっていう、こっちの方が怖い、うん、そうですよね。だって生産の感覚ないもん、うんうん、持ってくだけやから、これこっちの方が俺怖いと思う。万引きできないですね。いやお金払う、なんか、うん、そうそうそう、なんか今万引き防止っていうかね、そうそうそう、うん、できないもん、ね、いやっていうか まずあの顔認証で入られへん人は、うん、あ入れない、そうかそうか、ただ入れません、うんうん、まあただアメリカの場合はあの社会保障番号っていうのがあって、うん、まあ、いわゆるその日本でいうね、まあ、マイナンバーみたいなやつがあるんですけど、うん、その社会保障番号があのアメリカの国籍を取るときには絶対必要ない、うん、これがない人はアメリカ人じゃないから、うんうん、だから外国人とかで社会保障番号を持ってなかったら、うん、それはできへん、うん、何もクレジットカード持ってて、うん、っていう話になるので、だからそのお店にも入られへん、そうそうそう、うん、だからクレジットと社会保障番号がひも付いてるからできるっていう話ね、うんうん、クレジットカード入れて入るってことができるかもしれない。ああ、まあまあまあ、これで払いますで、はいはい、そうそうそう、うん、ただやっぱりあれですね、ほんまに人がいらなくなりますね、ね、うん、本当に店員がいらない、どんどん人がいらなくなる、まあ、ただ外国かどうか知らんけど日本人の場合さ、なんか散らかってる、なんかとっちらかってる、なんかほらやっぱ取る時にさブーってなんかぐちゃぐちゃにする人とかおるやん、あの状態でなんか商品陳列されてたら買う気はなくすよね。ただそれを直す理由とロボットが、ロボットか、猫型ロボットがこう、猫型かドラえもんかよ、面白いです、しかもめっちゃ速くて綺麗に畳めるまあそんなことはどうでもいいんですけど、はい、ミステリーと、何バーコードの日でした、はい、はい、はい、ありがとうございました、はい、またあのオープニング盛り上がりすぎましたけど、はい、ということで、今日はですね、このプレゼンありかなしかはまた映画の監督のインタビューなんですが、映画、玉突きの夢、うん、玉突きね、ビリヤードですで、その監督の田口圭太監督にインタビューさせていただきました。でどういう作品でどういう内容かはインタビューと予告編をご覧いただきたいと思います。はい、それではこのプレゼンありかなしかスタート。
はい、それでは今日はですね、映画玉突きの夢の田口啓太監督にインタビューをさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずはですね、この作品がどういう作品なのか監督からご説明をお願いいたします。はい、玉突きの夢は、昭和初期を舞台にしたビリヤードのお話です。ビリヤード場が出てきて、そこをメインの場所として、描かれている物語なんですけれど、そのまあ簡単に言うと男女の恋愛を描いた映画になっています。まあ、そうなんですよね。主人公は、まあ、ビリヤード場の人というよりはとある人に囲われてらっしゃるおめかけさんという設定で、そうですね、はい。まあ、その彼女が動く流れの中でそのビリヤード場の、人と出会ってっていうところの、はい、お話になってるかと思うんですけど、はい、これがですね、玉突きですよね。まあ、すみません、はい、関西弁で言うと玉突きになるんですけど、はい、ビリヤードのことで、ね、当時は玉突きと言ったっていうことなんですが、はい、なんで玉突きの夢を描こうかなと思われたのかというこの作品のきっかけですね。はい、もともとは自身の祖父が、はい、昭和4年生まれなんですけれど、はい、その祖父が生きた時代の青春時代を描きたいなと思ったのが映画を作りたいと思ったきっかけでして、はい、で、はい、祖父から話をいろいろ聞く中でビリヤードっていうのが、うん、まあ、戦前、太平洋戦争より前の時代に流行していたっていうことを知って、でそのビリヤードっていうのが、まあ、玉突きとも言われていて、四つ玉っていう、今の、皆さんがよく知ってるビリヤードとはちょっとルールが違う、玉が四つだけ で台に穴がない、ポケットがない四つ玉っていうルールのビリヤードが、明治中頃から、昭和初期、まあ、昭和中頃にかけてこう流行していたっていうのを知って、でそういうことも初めて知ったので、これは面白いなと思って、これは映画の題材になるんじゃないかと思ってこう選んだというところですね。ね、そのだから四つ玉って僕も初めて聞いたんですけど、当時は穴がなかった。そうですね、そうなんですね、はい、ね、だから僕もビリヤードは高校時代からすごいハマってやったりとかしましたけど、全然だからそんなことって知らなかったんで、すごい面白いなと思うんですけれども、うん、で、そこでですね、ビリヤードなんですけど、あれ、下仁田で撮ってあるんですね。そうですね、群馬県の下仁田町というところで撮影しました。はい、ね、下仁田ネギで有名な下仁田なんですけど、はいはい、なんで下仁田で撮ることになった。そうですね、まあ、この玉突きの夢という映画を作りたいと思ったときに、その当時のこう場所を再現できるような、うん、こうビリヤード場、そのセットを組むような予算もないので、はい、こうどこで撮影できるかっていうふうに調べていく中で、インターネットでこう下仁田町にその戦前 そのビリヤード場がその残っているっていう情報を見つけて、で実際現地に行って見たら、そのもう営業はされてなかったんですけれど、その台と玉とかすべて残っている状態であったので、そこで、撮影させてもらったという形ですね。 あれですよね、その、主人公の知能とかが住んでいる空間、はい、それも実はそのビリヤード場の上というか同じ、そうですね、ビリヤード場のその建物自体は本当に古く100年以上前の建物で、そのビリヤード場になったのが昭和4年頃なんですけれど、それより前はその沖屋、うん、まあ、要はその、はいはいはい、そこが歓楽街みたいな場所です。 なので2階はそういう作りになっていて、なのでそこをその主人公の岸野が住んでいる熊野、はい、まあ、邸っていうんですけれど、そこのセットとして使用したというところですね。なるほど、まあ、でもちょうどよかったですね。でもね、そうですね、はい、ね、一つの場所で、はい、はい、まあ設定上は全然違う場所という、はい、ではあるんですけど、撮影上としては、はい、一緒にコンパクトにまとめられて、そうですね、はい、よかったなっていう。それ以外のその外の道のシーンとか森の中のシーンもあるんですけど、それもすべてモニターで撮影をして、はい、こうなんかこう古いものがそのまま残っている場所というような場所で、すごく撮影するにはやりやすかったです。で、まあ、それで撮影されて制作された、まあ、1時間の作品ということなんですけど、はい、これがですね、ある意味設定的には特殊な設定というか、まず主人公がおめかけさんという、はい、で家で相手の旦那が
来るのを、まあ、要は待ってる状態の人、はい、というところから、その彼女の、日常というか、そういうところから始まっていく形にもなるわけなんですけど、はい、その途中で いろんなことがあって、まあ、ビリヤードをやる玉突きの彼と出会ってっていうところになっていくわけなんですけど、はい、要はこの話って、まあまあ恋愛っていうことではあるんですけど、まあ本来だったらそのおめかけさんなんだから、あの恋愛もクソもないわけじゃないですか。だけど、こう面白いのはこの、おめかけさんはおめかけさんなのに恋愛してるっていうところが面白いのかなと思うんですけど、これ脚本も田口さんが書かれてるんですけど、はい、なんかこの設定を、考えられたときに、おめかけさんが主人公になって恋愛をするっていうところには、なんか狙いがあったりとか、いろいろあったんですかね。そうですね、まあ、舞台がこう戦前戦中っていう昭和初期で、はい、こうなんか今のこう自分たちからするとこう自由がない時代でこう生活にも苦しかった時代っていうなんかイメージがあるかと思うんですけれど、実際その当時のこう本を読んだりとかことを調べていくと必ずしもそうではなくて、まあ本当太平洋戦争が始まった後はこう苦しい生活になってくるんですけれど、この舞台になっている1939年が舞台なんですけれど、その当時っていうのはまあ浅次郎みたい、あの岸野が出会う浅次郎っていう男がいるんですけれど、あの普通に長髪でこう坊主頭でもないこう髪の人は普通にいたりだとか、あとその当時のゴシップ記事とかを読むと、その普通にこう奥さんがいたりとかしてもこう不倫したりとかっていうことが、まあまあいわゆるまあなんか現代を生きてる自分たちとそんなこう変わらないようなこう状況というか、まあこう人を好きになったりするっていう感情はこう同じというか、なんかそういうものを描きたかったというようなところですかね。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。そういうことですね。だから、うん、まあ、まあね、最初におっしゃったように、その、おじいさんの青春時代のを描くっていうところで言うと、はい、その時代っていうのは実は僕らが思ってるよりももうちょっと自由だったっていうことですよね。うんうんうん、まあ、戦時中っていうか戦前だから、なんかその軍国主義的なこの、うん、あの、軍艦マーチがいつも聞こえてるような、うん、そういう、時代なのかというと、太平洋戦争に入っていく1941年よりも前の世界っていうのは、はい、もうちょっと、まあまあ確かに39年あたりからちょっとあの、うん、怪しくはなってくるけれども、うん、玉突きの夢の描かれている時代っていうのはギリそうでもなかったっていう。そうですね、はい、ただその中でもその文化の規制っていうのがちょっとずつ進んでいって、うん、こう外国映画が入ってこなかったりだとか、うん、あと、はい、まあビリヤード場もその風紀を乱すっていう理由でこう摘発されたりだとかっていうところで、ちょっとずつその娯楽とか文化みたいなものがこう規制され始めていった時代っていう、その中でこうビリヤードっていうのをなんで選んだかっていうと、その規制されていく中でこう、うん、なんかその戦争とともに消えていってしまった文化の象徴みたいなものが、うんうん、こうビリヤードっていうものを題材にすることで描けるんじゃないかなと思ってこの映画を作ったという。なるほど、そういうことか。はい、ということでですね、まあ、あのそろそろ、時間が来ましたので、最後に監督から、見てらっしゃる皆さんにメッセージをお願いします。はい、この玉突きの夢という映画はその戦前を舞台にした映画ではあるんですけれど、その戦争の良し悪しとかこう是非みたいなものを問うために作った映画ではなくて、当時の人たちも今の自分たちと同じように人を好きになったりだとか、まあ誰かを失った悲しみみたいなものは変わらず持っていたんだっていうようなことをまあ考えながら作った映画なので、戦前を舞台にした映画だからっていうちょっと身構えて見るんではなくて、こうあの気軽にというか、あの見ていただけると嬉しいなというふうに思っています。まあ、そうですね、あのなんか肩肘張ってというか肩に力入れて見るような作品ではないっていうのは確かに、はい、日常世界、まあ、その当時の日常世界が描かれてるということでいうと、まあ本当にちょっと昔の何かをこう覗いてるぐらいの感覚で見てもらえるとそうですね、ちょうどいいのかなっていう感じですよね。うん、はい、はい、わかりました。はい、それでは今日はですね、映画玉突きの夢の、田口啓太監督にインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。 ありがとうございました。はい、まあ
昭和レトロですね、はい、あの映像的にもあの面白いのが4:3なんですよ、4対3、はい、だから今僕らは16対9とかシネスコとかそういう横長のサイズで映画って見てることが多いと思うんですけど、これ4対3なんですよね。多分ね、田口監督は4対3が好きなんでしょうね、その画角サイズが。割と最近若手の監督って4:3使う人結構いるんですよね最近、はい、まあまあ田口監督37かな、30代前半、まあ30代ぐらいの監督って結構4:3使う人最近出てきてるなと思いますね、はい、斜めの廊下で前に1回あの紹介したやつも4:3ですからね、はい、じゃあどう違うんですか。やっぱね、横長じゃない分だけこっち側の情報がないわけですよ、うん、だからこの真ん中の一番見てほしいところだけを切り取れるっていう意味では、うん、あの 4:3 の方がいいという人が出てくるのはなんとなく頷けるんですけどね、うん、はい、はい、で、まあ実はね、なんと田口監督このインタビューの時38度の熱があったそうで、そうなんです。もうその熱を押してですね、インタビュー頑張っていただいたということなので、はい、ぜひですね、あの、うん、もうめっちゃもう喋り口でも分からずめっちゃ真面目な人なんですけど、はい、はい、あのぜひですね、あの38度の熱を押してでも頑張って宣伝した田口監督のためにあのぜひ映画館行って行っていただければなと思うんですが、はい、はい、あとそうですね、あのあそうそうそう、あのね、ビリヤード場の話で言うとね、あの実はあの風紀を乱すからって言って取り締まられた対象になったって言ってたじゃないですか、はい、なんでかというと実は戦前 の, あのビリヤード場って今でいうキャバクラみたいな感じだったんです。あの要はその女の人が、まあ、メイド服みたいな格好したい女の人がいて、まあ、あの要は割烹着じゃないけどなんかそういうの着てるんだよね、プロみたいな。でその女の人がその四つ玉のルールでボール下落ちひんので、うん、何点入ったいうのをやっぱ取る書く人がいないとダメらしいんですよ。でそれで女の人がそれを書き取って、はい何々さん何点入りましたみたいなのをやってて、うん、でほら男ってさ可愛い女の子に何点ですねとか負けてますよみたいな感じになったら嫌やん、うん、かっこいいとこ見せたい、そうかっこいいとこ見せたいやん、うんうん、だから一生懸命練習するし一生懸命通うわけですよ、うんうん、だからちょっとキャバクラチックな感じだった、ね、そういうのもあってちょっと取り締まられたっていうのがあるらしいですね。うん、まあ玉突きの夢、はい、何が夢なのかは見ていただいて、はい、はい、あのいろいろいろんな意味を実は含んでますので、ぜひ映画館で確認していただきたいなっていうふうに思います。あのあとね、まあ、玉突きの話になってばっかりいるんですけど、主人公をやってる辻千恵さんってすごい存在感がある、ちょっと演技が面白いというか、うーん、独特の雰囲気を醸し出す人が、それも一つ の, あのお楽しみになるんじゃないかなと思いますね、はい、ということでじゃあ今日は、はい、はい、きたいと思います、このプレゼンありかなしか判定、ドスコイって言おうかなと思って、はい、ありがとうございます、はい、丸です、はい、いや、あの絵は綺麗ですよ、はい、すごいあの画角綺麗、なんかおしゃれですよね、なんか昭和レトロがいいなってすごく 思いました、はい、あの、終わりと頭と終わりはね昭和じゃないんですよ、現代がちょっと出てくるんですけどね、はい、間がその昭和なんですよ、1939年なんです、はい、まあそれがどういう意味かっていうところはね、ぜひ見ていただきたいなと思います、はい、ということで今日は、田口啓太監督の、玉突きの夢、でインタビューさせていただきました、ありがとうございました、はい、続きましてあゆみ、はい、はい、お昼の情報です、はい、はい、10月に入りましたね、うん、はい、10月はもうカバが最終続きとなっております、はい、はい、10月9と23がカバの日となっております、はい、はい、9日はね、なんと祝日ですので、はい、ぜひぜひあのマテリアルにあのカバーを見にいらしてください、はい、はい、お時間は、
両方とも19時から開始となっております。料金は1500円の料金となりますので、ぜひ皆さんもお越しください。あで10月から、で外税になってますので、ああ、そうですね、10% は、別料金になっておりますので、はい、お気をつけください、はい、そして10月の20日です。音楽ライブ行います。はい、ラクザのライブありますので、ぜひぜひお越しくださいませ。はい、お時間が18時オープンの19時30分スタートになります。はい、で料金が2500円で、ワンドリンク付きとなっておりますので、ね、いつもね即完売のラクザさんなので、ね、まだ少しお席空いております、うん、今だったら、うん、チャンス、はい、チャンスです、はい、ぜひ皆様お越しくださいませ。よろしくお願いいたします。はい、そして10月25、26でマテリアル演劇シアターがございます。はい、今回は一撃屋さんですね、はいはい、大人気ですね、はい、大人気一撃屋さんの、上演作品を上演させていただきます。25日、26日とも両方とも違う作品を上演いたしますので、ぜひぜひ皆様、お越しになってください。お願いいたします。料金は1000円プラスワンオーダー制となってます。めちゃめちゃお得です、はい、演劇映像を、ね、もうね、1000円で見れるなんて。ね、演劇見に行ったら大体3500円とかね、はい、4000円とかですから、はい、はい、ぜひこの機会に一撃屋さん見に来てください。よろしくお願いいたします。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございました。じゃあ行きますよ、今日のグッチョイ。さあ今日のグッチョイは、はい、じゃんなんか聞いたね先週も、はい、はい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 、そうなんですよ、ドラゴン映画祭です。第8回ドラゴン映画祭、もう一押しです、今2023のアット西成スペースハウスでございます、はい、でね、今日はね、この西成スペースハウスの方、そうです ね、はい、こっちの話をちょっとしようという話なんですよね、はいはい、だから、このスペースハウスっていうライブハウスが、はい、入ってるビルを一棟借りてまして、はい、で、1階スペースハウスのライブハウススペースが、スクリーン1、はい、そして、2階はカトマンズカフェっていう、はい、ネパール料理のお店なんですけど、3階ですよね、はい、3階が、スクリーン2になってます、はい、そして4階が、スクリーン3という形になってますんで、この3つのスクリーンで、まあ、20作品ぐらいを上映すると、はい、いう形になってます、はいはい、で1階の方で、初日に関しては、映画の上映を、まあ、午前中やりまして、はい、午後夕方からですね、夕方ぐらいまでやって、夜が、そこでは音楽ライブ、はい、18時から、はいはい、という形になっておりますと、はいうことですよね、はいはい、スティービー和田さん、はい、ラクザさん、はい、豆電球さん、はい、下本地隆さん、はい、総音寺さんのこの5アーティストさんが、はい、5グループが、はいはい、ライブしていただきます。これすごいですよ、はっきり言います、豆電球四国から来ますからね、すごい、高知県から、高知県安田町から来ますんで、はい、豆さんが歌がなんと私と豆さんの出会いの歌を歌ってます。おーすごい8年前に西中島という場所で出会いましてその時の歌を歌ってくれます、はい、で下本地隆さんは博多から来ますしね、はい、まあ、いろんなところからまた来られてる方もいらっしゃいますしね、はい、で、これ26日の方は、はい、今度はね、2階の方で、はい、音楽&パフォーマンスはい、こちらの方も、まあ、チケットでそのまま入っていただけますので、はい、で、まあ、こちらはちょっと投げ先生なんで、はい、ええー、なおもろいなと思ったらちょっと、はい、心づてというか、思った金額を、投げ銭で、出してあげていただきたいなという感じですけどね。あと、これごめんなさい、カトマンズカフェというカフェでやらせてもらってますんで、はい、飲食店ですから、はい、ワンドリンク以上は必ずお出してください、うん、飲みながら楽しんで、いやいやいや、もう普通に席があって、はい、別に特別になんか舞台向けにしてるとかそんなんではないので、おそらく普通に席でご飯食べれるし、はい、カレーめっちゃ美味しいですから、カレー食べながら、はい、いいですね、ね、ライブ聴いてもらったりとかできると思うんで、うん、僕はカレー食べたいなっていう感じです、はい、はい、ネパールカレー美味しいですよ、はい、だいぶ美味しいです。ちなみになんか辛いやつをチャレンジのやつもある、その時
時あるかどうか激辛チャレンジ、そうですね、その時にあやれどういうメニューをしてあるか、あそうか、はい、なんかイベントの日のメニューかもしれないですね、うん、やってたらこれでもチャレンジしながら音楽聴いてられる多分聞こえてきてるから焦ってるルダル流しながらすごい人のような気はします、ね、はい、はい、めちゃめちゃ来てると思うんで、はいはい、はいはい、でまあね3階はまあ上がってて、これね基本的に全部階段で上り下りなので、はいはいはい、そうですね、はい、基本的に階段で上り下りですから、はい、皆さんこれね、そんなに広い階段じゃないんで、はい、そうですね、もう譲り合いながら、はい、安全第一で、はい、左側通行ですか、左側通行 で、はい、はい、くれぐれもおけがないようにだけ本当にそれだけね気をつけて、そうですね、やっていただきたいと思いますね、はい、だからまあ1階がスクリーン01、はい、で3階がスクリーン02、はい、で4階がスクリーン03、はい、で3つのスクリーンですね、そうですね、はい、まあ、ここを行き来しながら、はい、楽しみたい作品を楽しんでいただくという形になってます、はい、まあ、これがねまた結構いろいろとねバラエティに富んでいい感じのスケジュールになってますね、はい、まあ、2日あると大体いろいろ見えるなって感じですよね、はい、だから 2days チケットを、はい、申し込んでいただいた方がお得ですよっていう話ですね、はいはい、全作品大体っていうかほぼ10分のアフタートーク、あ、そうです、そうです、アフタートーク10分です、はい、はい、一応監督か関係者のアフタートークが、そうですね、ほぼ全ての作品に10分間、はい、ちょっと短いですけど、続いているという話ですね、はい、もうね、これね、作品数多すぎて、うん、ちょっと頑張りたかったんですけど、10分が限界だったんですよ、うん、ですね、それ以上撮るとちょっとね、逆に作品数を減らさなきゃいけないみたいなことになっちゃうので、やっぱ2日間では限界がありますからね、うん、でもたくさん見ていただきたいので、まあ、10分はちょっと確保させていただいた形なので、はい、ぜひその制作者の声も聞いていただきたいなと思いますね、はいはい、で、よかったら そのまま、カトマンズカフェ行って、うん、監督とかと一緒にちょっといろいろ質問したりとか、うん、そんなこともできるかもしれませんし、26日はちょっとパフォーマンスあるのか分かんないですけど、まあ、その辺もパフォーマンスの多分合間とかがあると思うので、まあ、その辺うまく使ってこれドリンク確かあれですね、はい、カトマンズカフェで2階で買って、 そうです、そのまま持っていけるようにしてくれてるみたいです、ね、はいはい、ドリンク等は持ち込み禁止なので、はいはい、そこで買っていただいて、カトマンズカフェで買ってください、はい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 、ラッシーとかも頼めると、あ、美味しいですね、ラッシーです、はい、ぜひぜひという感じでございます、はい、はい、詳しい情報とかね、ホームページ、うん、ありますので、はい、公式サイトございますのでね、はいはい、そちらでご確認いただきたいと思いますし、いろんな情報をね、はい、各 SNS、はい、X、元ツイッター、旧ツイッター、現 X とか、はい、Facebook、Instagram、はい、に公式ページございますので、はい、公式アカウントありますので、はい、ぜひそちらの方でね、情報をゲットしていただきたいなと思います。はい、はい、そんな感じですね。そうですね。はい。はい、はい、ということで今日のグッドボーイでした。エンディングでございますけど、はい、もうね、どこで切るかちゃんと切っとけへんかったらもういつ切れるか分かれへんと思って切りましたいっぱいありますね、あるんでね、またこれお話しますんで、はい、どんどんいろんな情報をね発信していきたいなと思います。まあどっかでね、なんか誰か監督もうまいこと来てくれよ、喋ってくれてるね、はい、まあ、いろんなことも、ね、これから発信していきたいと思いますので、ぜひ、そこも楽しみにしておいていただければと思います。はい、ということで10月も頑張りましょう、頑張りましょう、はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。